オプラ・ウィンフリー賞は、シンジケーションで1986年9月8日から2011年まで放送されていたトーク番組、オプラ・ウィンフリーが司会を務めていた。シカゴの ABC 直営局 WLS のローカルトーク番組として始まり、CBS ディストリビューションにより、シンジケーション番組として全米で放送されている。その他世界140カ国で放送されており、 アメリカでは4600万人の週刊視聴者数を誇る。番組はシカゴ近郊にあるハーポプロダクションズで収録されている。ハーポプロダクションズはオプラ本人が設立したプロダクションである。アメリカのテレビ界で最も評価されているトーク番組である。特に女性に人気が高い。評判が高い番組だけにチンジケーションで購入できたローカル局のほとんどが 夕方の自主制作のニュース番組の前にオプラウィンフリーショーを放映している。実際オプラウィンフリーショーを放映しているローカル局の多くは自主制作のニュースの視聴率でも地域のトップに立っている。1998年タイム氏が発表した20世紀最高のテレビシリーズリストに入った。また2002年にはココン 最も素晴らしいアメリカのテレビ番組トップ50というリストにも入った。1984年にオプラはシカゴの ABC 直営局 w l s t v の朝のトークショー AM シカゴの司会者を務めることになった。当時の AM シカゴは全国放送のシンジケート番組などに押されていたが、みるみるうちに人気番組へ登り詰めた。この AM シカゴが 全米向けの番組としてリニューアルされることになり、1986年9月8日にオプラウィンフリーショーが始まった。2007年9月10日時点で3000回以上放送されている。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、早い段階でバラク・オバマ候補の支持を表明し、その後のオバマ旋風のきっかけの一つとなったとされている。オプラは2011年まで、 放送契約を更新しており、1990年代には永久にこの番組を続けたいと語ったこともあったが、2009年11月19日、番組を2011年9月9日をもって終了させる意向を示した。制作会社であるハーポプロダクションズもこの予定を公式に発表した。2011年1月1日、ケーブルテレビ局、 オプラ・ウィンフリーネットワークを支払うことに合意した。オプラは、オンの最高経営責任者が担当するコーナー。ホリングズ・ヘッド、イアン、オプラ・ウィンフリー・リタイアーズ、ゾーズ・イン・ザ・スポットライト・キャント・ベア・ザ・ファイナル・カーテン。ザ・デイリー・テレグラフ、httpww. テレグラフ、こう、uk、ニュース、セレブラティンス、8524304。 オプラウィンフリーリタイアーズ・ゾーズ・イン・ザ・スポットライト・カント・ベア・ザ・ファイナル・カーテン HTML2011 年5月23日、閲覧。朝日 .com。オプラフィンフリー、逸話選手の帰国を祝うパーティーを主催。2008年10月17日閲覧。プロダクションの名前は、オプラのスペリングを逆さまにしたものである。タイム、ハッピーフィフティース・アニバーサリー・ TV ガイド。 2008年10月17日閲覧。AB、オバマ旋風の立役者、米人気トーク番組終了へ。読売オンライン、<ホテル> httpww. 読売、COJP、ワールド、ニュース、291121イト 1T00811、HTM2009 年11月21日、閲覧。オプラウィンフリーショー2エンドイン2011。 MSNBC2009 年11月19日、閲覧。オプラ・ウィンフリー2エンド・ハー、トークショー。ニューヨーク・タイムズ2009年11月19日、閲覧。オー・ウィンフリーのケーブルテレビ局が開局。好調なスタート。ロイター2018年3月5日閲覧。AB、人気司会者ウィンフリー氏、オーンの一部株式をディスカバリーに売却。 ブルームバーグ2018年3月5日閲覧。ありがとうございます。